皆様こんばんは、カズラジでございます。まあまあこれ気に入ってるんですよね、今夜もご視聴ありがとうございます。カズラジ今夜もスタートいたします。はい、皆様こんばんは、カズラジでございます。今夜もご視聴本当にありがとうございます。もうね、宮崎生活もね、もう残り少なくなって、もう半分以上過ぎてね、もう後半というよりも終盤ですからね、早いもんでございますよ。ユミさんです。いつもありがとうございます。大前さんこんにちは。スタバのハム&マリボーチーズ、私も大好きです。まあ僕もほぼこれ一択なんだけどもね。サンドイッチ過去フィローネではこれしか食べたことはないです。あ、一緒じゃん。マフィンたまに食べる。あのそれはね、あのハム&マリボーチーズない時しょうがなくという感じですね。ちなみに抹茶&桜のドーナッツは446キロカロリーでした。爆弾ですねこれはね。カフェミストの頼み方呪文です。ちょっと僕覚えるね。カフェミストでアーモンドミルクに変更してください。コーヒー多めの7対3くらいでエキストラホットでお願いしますと伝えています。カフェミストアーモンドミルクに変えてください。コーヒー多めの7対3くらいでエキストラホットでお願いします。これでいきます。コーヒー多めで伝えるとどれくらいにしますかと聞かれるので比率を伝えると早いですということで。なるほどね。なので宮崎で頼んでみてはいいかもということで、いっぺんやってみましょうかね。ホテルに持ち帰るんではなくて、お休みの日に、スタバの書斎でお仕事をされる日に飲んではいかがでしょうか。ワンモアコーヒーも対象なので安くつきます。なるほど、ありがとうございます。やってみますね。カフェミストでアーモンドミルクに変更してください。コーヒー多め、比率は7対3ぐらいにしてください。エキストラホテル、これでいきますよ。ありがとう、勉強になりました。それからひで99さん、いつもありがとうございます。怒りスーパーの紙袋、怒りスーパーの紙袋ありますよ。まさに芦屋のマダームですね。ぜひフランスパンを入れて、立花通りをかっ歩してくださいということで、ね、バケット入れてね、いい感じかもしれませんね。ということですね。で、江坂の話なんですが、ダイエーの本社確かに江坂にありましたね。調べてみると本社ビルは、現在の B ロット江坂ビル。お前さんが教室に来られて駐車場からスタバに向かうときに江坂公園を好きで、左手にある新御堂筋沿いの大きなビルです。わかりますわ。ローカルな話ですいませんということ、よくわかる。僕の友達が、ダイエーさんのね、リクルートの時に、そうですよ、就活ですね、今で言う。昔は就活って言ったかな。まあいいや、そこに行った時にね、面接で、最上階から中で面接受けたそうなんです。当社に何か関する感想はありますかっていうふうに聞かれた時に、一番上の階だったんで、眺めがめっちゃいいですねって言ったそうですけどもね。昔の話ですいません。ダイエーの本社でした。ちなみにその人は、ダイエーさんには入社せずに住友電工に入社されました。エリートです。それからですね、タムタムさんです。昨日から分厚い雲に覆われて朝は雨が強く降っておりました。関西ね、宮崎は風が強そうでしたが気温はいかがでしたか。気温はね、20度とかっていうふうに言われてるんだけど、風も強くて寒く感じましたね。ということで、小学校4年生の時に学校が創立100周年ということで、タイムカプセルを埋めて150周年の時に開けようとなっておりました。ほう。で、あと4年、学校は現存していますが、どこに埋めたかな。そっか、小学校4年の時ですから10歳の時です。で、10歳の時が100年ということは、150年経ったら50年後60の時よ、還暦の時ですわね。え、あと4年ということか。そうか、どこに埋めたんでしょうね。集合の連絡が果たしてあるのか、誰かが覚えてるのかな。ね、一応楽しみにその時を待ちたいと思います。
待って、本当に、またその時もこのカズラジが続いていたら教えてね。そういうの楽しいね、なんかね。ね、100年、100周年の時に埋めたのを150周年の時に開けるという、半世紀後だからね、すごいね。ありがとうございます。山っちょさん、今日もね、朝、ガラス越しに会釈をしましたが、ごめんね、あの時はちょうど打ち合わせしておりましたのでね、外に行けなかったので、会釈だけで、ご容赦ください。ありがとうございました。そろそろ機内への案内が始まるみたいなので、この辺でというのは5時間前。もうね、ご自宅にお戻りになっているでしょう。今日の伊丹便は気流が悪いため大きな揺れが予想されるそうですわということ。ご安全にお帰りくださいましたが、本当ありがとうございました。もう怒りのお菓子、今日もスタッフが頂戴しておりました。ありがとうございます。それから、つづれおりさんですが、江坂は、何でもあるとのこと、住みやすそうな街でいいですね。まあ、住みやすいかどうかは、その人によるな。仕事で行くことはないと思いますが、所用の応援で大阪に行くことがありましたら、ぜひ立ち寄りたいです。ちょっとね、所用と新大阪からは反対側にあるんだよね。スタバに行ったら大松に会えるから、で僕はしょっちゅうスタバに、江坂のスタバにいるわけじゃないし、僕は江坂に住んでないんでね。週に1回行くか行かないかの街なんで、ありがとうございます。まあ、何でもあるという意味では住みやすいね、はい。個人の感想ですからそれはね。キュルリン、大前さんこんにちは。本日もキャンプ中継お疲れ様でした。大前さんに褒められて嬉しくなって、おりました。笑い、近所のご隠居みたいなこといいこと言うねって昨日ね僕申し上げましたが、普段に人に褒められることがほとんどないので、褒められると単純に喜んでしまいます。それでいいと思いますよ。でも逆に褒められ慣れてしまうと自分に甘えてしまいそうですね。きちんと叱られることも大切なのでしょうか。当然ですよ。心象筆罰という言葉があるね。ちゃんといいことしたら褒められて、ダメだったらちゃんと指導を受けるという、そういうことですよね。でもいいこと言ってたからね、僕はすごいなと思って頑張ってね。それからですね、カイカイさんです。今日の J スポーツ面白かったです。今日岡田師匠が来てくださいましてね、もう本当もうお元気に、もう本当今日だけね、最初予定になかったんですよ。で今日だけスケジュールがまあ空いたということで、1日だけで、朝宮崎10時着の東京からの便で疲れて、5時の東京発の便、東京行きの便に乗られて、帰っていかれました。もう本当楽しいひとときでございました。ありがとうございます。弾き語りの古い曲知ってくださったのは本当にすごいと思いました。ありがとうございます。スタバは順番待ちしてる時にケースにあるケーキが美味しそうで買ってしまいます。あるね、それはね。あれは罠ですね。怒りスーパーの袋丈夫ですよね。怒りスーパーの袋、そうね、丈夫だよね。うん。これね。山内さんありがとう。そうなんですよね。だからほら、そこなんだよね。スタバのさ、レジのところにあるケーキも、罠だしさ。スーパーのレジの近くにあるなんかちょっとしたお菓子とかあれも罠だね。買ってしまうもんね、並んでる最中にそこに目が行ってね。罠に引っかかるんだよ俺たちは。ありがとうございます。それから月の和牛さん、いつもありがとうございます。先週は仕事がバタバタで久々にコメントさせていただきますということ。暇な時だけで結構ですよ、本当ありがとうね。土曜日は清武のキャンプ中継の前に侍ジャパンの前日のキャンプ中継の、放送があり、再放送があって家族で見ておりました。娘が日本代表もメジャーリーグもリーグワンの中継も実況されていて、お前さんってすごい人だよねと、娘が、私は今頃気づいたの、すごい人やねんでと、久々に家族でゆっくりと過ごした土曜日の午前中を大前さんの話題で楽しみました。本当ごめんなさい、もう全然すごくない、その辺歩いてるおっさんですからね。もうありがとうございます。まあでもね、そういうところに立ち会わせてもらってるありがたみというのは、感じております。本当に感謝しております。ありがとうございます。それからですね、
琉球のおりたちさん、気象転結のお話、大変勉強になりました。気と結の意識を高めていきたいと思います。気象転結な、もうそれは気象転結、それが全て全部ね、もう筋道立てられてお話ができれば一番いいんだけどもね。ただ大事なのは気と結、その真ん中はまあまあいいよっていう感じの感じ。気と結がしっかりしていればお話としてしっかり成立するという話をしましたけども、その考え方も変わらないな。だから話の面白くない人とかさ、要点得ない人の話って、起承転結の承と転ばっかりで、じゃあ何が言いたかったの、 何について話されているので、 何が言いたかったのっていうのが分かんないんでね、まず起で、私はこれについて話しますよっていうことで、それを伝えて、でそこでいろんな例を示しながら、でそこからちょっと展開しながら、最後にだからこうなんですよっていうのはないとお話にならないねということですね。ありがとうございます。一日のお過ごし方も気と血を大事にするのもいいと感じました。いいこと言うね。その通りだね。起きて寝るまで気と血をねしっかりするということですね。ありがとうございます。あずきさんです。大前さん今日もありがとうございます。皆さん大前さんに会えて羨ましいです。そうかい。私もいつかお前さんに会えることを願っています。いつか、会えますよ。そら以前からよくおっしゃってる、去る者は追わず、来る者はたまにこ拒む、好きです。そうね、来る者は拒まず、まあ、基本拒まずなんだけどたまに拒む、それはそうです。私もこの精神であまり人間関係で悩まず気楽に生きていきたいなと思いました。そう、もう気楽にね。まあでも、お前がずっと気楽に生きてるわけじゃないんだよ。こう見えてもやっぱり考えることもいっぱいあるしね、悩むこともいっぱいあるんだよ。まあね、そういうところを、まあ、なるべく人に見せないようにね、お気楽に生きてるな、あの人っていうふうに思われるのはいいのかなっていうふうに、思っております。ありがとうございます。そう、でもいいでしょ？去る者は追わず。来るものはたまに拒む、いいね。去るものは絶対追いません、僕は、はい、どうぞどうぞお去りくださいって感じ、ということですな。まあそういう形で今日もたくさんのメッセージを頂戴しまして、今日ね気づいた、音楽が違うでしょね、たまにはこんな感じで。牛子さんです。皆さんこんばんは。キャンプ情報、リアル大前さんに遭遇情報、本当羨ましいです。そうかな、いいな、行きたいなと今日も言っておりました。織姫は、明日は試合かっこ競泳のためキャンプ中継すら見られないと悩んでおりました。ゲーム、大前さんよりも早く名前を呼ぶゲームができないわと言っておりました。またやろうね。ちなみに、今日は織姫のキャンプ中継と、織のキャンプ中継と侍のキャンプ中継をダブルで見たのでいたのですが、どうも織姫の担任の先生がダルビッシュ投手に似ているそうで、渋い担任だね。ダメだ、ダルビッシュ見ると何々先生にしか見えんと、休みなのに先生の顔がちらつくようで複雑な様子でしたということでなるほどね。はい、宮崎は本当にこの時期は各地で大にぎわいですね。そうだね、今年は WBC のキャンプのおかげでさらに各地にぎわってますね。そうみたい、この時期は宮崎に行ったらキャンプ巡りできそうなので、来年は獅子島の旦那、そう南郷、日南南郷でやってますんでね、誘惑して行ってみたいです。いいんじゃない、もう場合によってはもう別行動でどっかで落ち合うみたいな感じでね、最後にね、いいんじゃないですか。ぜひ来てください。よろしくお願いします。で、ちょっと今日曲調変えたのよ。どう？ちょっとなんか春っぽい感じに変えてみましたが、いかがでございましょうか。もうこっちはね、早咲きの河津桜っていう、ソメイヨシノとは違う桜がもう咲いておりますね。それがなんかとっても綺麗な感じがするんですが、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。なんか昨日たくさんの方々がこのローカル線に乗っていただきましてね、僕のカズチューブの間違えて見ちゃった人がいるのかもしれませんけれどもね、まあ季節ものでございますんで、たくさんの方にお乗りいただきました。カズラジでございました。まあ基本、
過疎のローカル線でございますので、またゆっくりとした、おしゃべりをしていきたいなと思っております。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた、明日も頑張ります。明日取材をして、その取材したものをネタに原稿をあさって書く、そんな感じでございます。じゃあまた。